ローリングデッドを2枠で攻略します。レベルが低くても簡単に攻略できるぜ。ではスタート。最初働き猫のレベルを1上げて、ゾンビ1が近づくのを待ちます。なおこの攻略は、ずっと以前に攻略したのと同じ編成だが、レベルはぐんと下がってるぜ。衝撃波を確認。なお昔の仕様とは異なり、ボールターを貯めることはできません。これはボールターが強くなったのかな。少しだけ渦を引きつけて、どんどんキャラを出していきます。ゾンビ犬が邪魔してるので、チャンピオンの出番、単体攻撃というデメリットがありますが、三段攻撃、妨害の発生率は理論上 40% を上回るそうです。あくまで確率だけどな。そして遠方範囲攻撃を持ったボールターで鈍速をつけ、プラス値の低さをごまかします。このレベルでも、ゴリ、ヒジュやブチゴマ様を倒すことができます。逆に言えばそれだけ時間がかかるんだけどな。先行で出てきたカバタリアンをさっさと片付けて、先行している味方と合流します。だがトンチーが邪魔だな。かなりまずい状態ですが、妨害はそれなりに機能します。出せるものどんどん出した方がいいな。昔無課金でも攻略しましたが、よろしければそちらもどうぞ。かなり前の動画だから、今は記録を塗り替えられてるけどな。さあ邪魔はいますが、どっちかというとこちらがお邪魔虫。吹き飛ばしたり鈍速つけたりして、どんだけ嫌がらせをするんだって話だよな。まあその妨害のおかげで、光るボクサー以外の敵を相手に有利に戦えます。時間が経って出てきた時の対処法ってただ出すだけだよな。そこまで来たらお祈りゲーだね。普通城に貼り付けて追い詰めると、こちらも射程に貼り付いて危険だけど、このレベルで勝つには、押しまくるのが鉄則。勝てない敵が当然いるので、できるだけの邪魔とボスをさっさと倒します。ボスを倒したな。ではそのまま出せるだけ出して送り込んで、城をさっさと破壊します。ブチゴマ様とか倒すのが厄介な敵も叩き続ければ倒せますが、スカルボクサーは例外。寸断されたらこれ以上送り込めないので、徹底的に守りに入ります。大抵はすぐにやられるから、急いで城を破壊しないとな。切り札のニャンコ砲を撃って、少しでも時間を稼いだら、5分ほどで勝てます。そういえばレベルの提示してないんだが、今からいたします。しかしレベルとプラス値が低くてもいけるものですね。まあそれは確認して納得してもらわなきゃだな。8編成は、と。間違えました失敬。さあ今度こそ編成でキャラのレベル確認です。チャンピオンのレベル30プラス5。足りなければキャッツアイで上げられるな。ボールターはレベル40プラス2。40まではともかくにはガチャ運だな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。他の渦は1枠達成してるのもあるので、よかったら確認してみてください。まあセオリー通りなんだけどな。